ベンジルアルコールは、方向属アルコール。有点摂取15.3度、沸点摂取205度の無色の液体。フェニルメタノールとも呼ばれる。単体は、無色透明の液体で、ほのかな心地よい方向臭がある。比重1.046で、水溶性は低く、水とほとんど分離する。溶剤として優れており、毒性が低く、蒸気圧が小さい。アルコールと、 エーテルに溶けやすい。空気中で酸化されて、安息鉱酸に変化する。酢酸,酸、安息鉱酸、セバシン酸などの酸と反応することで、エステルなどの化合物を生成する。特にエステルの酢酸,酸ベンジルは、ジャスミン、イランイランの方向成分として有名。インク、塗料、ラッカー、エポキシ樹脂塗膜などの溶剤として用いられる。石鹸や香料に用いる。 様々なエステルの原料としても使用される。写真の現像のほか、香りが良いことから殺菌剤としても用いられている。揮発保留剤としても使われる。実験的には、ベンツアルデヒドを触媒化で水素化したり、還元剤を使って還元したりすると得られる。また、炭酸ナトリウムの存在化、塩化ベンジルを加水分解することで製造できる。ありがとうございます。